はい、どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっとあの佐藤くんの、お宅にお邪魔しております。はい、よろしくお願いします。久しぶりのコラボです。そうですね、はい、自粛がやっと解けて、はい、本当に長かったですね、はい、長かったですね、まあ、コラボをですね、あのやろうと言っても2ヶ月ぐらい確か経ちましたよね。一回やろうと思ってやっぱり自粛前だったんですけども、まあ、ちょっとですねそういう流れになってたので、まあ、コラボをちょっと見送ろうかなという話になって、まあ、今に至ったという形になっています。はい、佐藤くんがですね、まあ、チャンネル、幸せ専門学校をやってますので、よかったらですねそちらちょっと見に行っていただけたらと思います。お願いします。はい、というわけでですね、まあ、今回はちょっと佐藤くんの、お家にお邪魔してですね、何をやろうかと思った時に、佐藤くんですね、カメラ初心者なんですよね、うんうん、はい、なので、まあ、初心者の方が、カメラの使い方を覚えたらどのくらい写真が変わるのかっていうのをですね、ちょっと、やっていこうかと思います。うん、面白そうですね、はいはい、なので、まあ、一番最初にですね、まあ、ちょっと何も、知識がない状態で、私をモデルとして撮ってもらいます。おお、なるほど、はい、はい、まあ、流れとしてはですね、私を、適当に、こういうふうにしてって言ってですね、まあ、撮っていただいて、その写真をですね後から見比べていくんですけれども、その後ですね、私が、ちょっと軽く講義をカメラの使い方、簡単にしますので、うん、そのですね、まあ、10分15分ぐらいの講義ですかね。その中でどのくらい写真が変わるのかっていうのをですね、まあ、ちょっと実験的にやっていきたいと思います。はい、はい、でカメラの設定ってですね、まあ、難しいというイメージがありますので、まあ、その辺をですねちょっと簡素化しながら、どのくらいのですね簡単な説明でどのくらい写真が変わるのかっていうのをですね、まあ、実験的にやっていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、じゃあちょっと撮っていきましょう。はい、じゃあちょっと頑張ります。はい、よし、じゃあどこで撮りますか。どうしようか、なんかバックがいいとこがいいかな。全部任せます。これそうか、じゃあせっかくこれ片付けなくてこっちをバックにするか、田んぼ。ここ片付けて、ここバックに取るか。どこだったらいいですか。ここがいいですか。うん、もうちょっと前かな。もうちょっと前。はい。はい。もういいですよ。うん。証明写真みたいな。証明写真みたいな。もうちょっとなんか。ポーズ撮りましょうか。ポーズ、はい、どういったポーズ撮りましょう。こういったポーズですか。うん、じゃあなんか喜んでるシーン。喜んでるシーン、うん、じゃあ例えば、まあ、YouTube で、うん、チャンネルがね、はい、登録者がそのテーマ1万人を超えました。なるほど、っていう時の喜びのポーズ、はい。いい感じ。いいですか。どんな感じですか。めっちゃいい感じ。どっちもいいじゃない。いいじゃない。悪くない。いい。じゃあ次は、うん、まあ、子供が、はい、とんでもないことをやらかして、ね、それもこれも人生のしつけとして、うん、叱らないか。
厳しく、はい、叱らないかんなという時の、はい、ちょっといいですか、あのすごい被ってるの僕映ってないですごめんなさい、ちょっとカメラになってるあ、こうがいいかな、はい、じゃあお願いします。怒った時ね、ものすごい、もうとんでもないことをこの前やらかした。なんか、うまいかもしれないモデルがモデルがいいんじゃないかな。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですかモデルがいいわ、いいじゃないですか。カメラマンのことかけないかもしれない。はい、名前が取っておきましょうか、うん、じゃあちょっと、お茶でも飲みましょうか、ね、うんうんうん、なんか和を感じさせる写真が最後、そうですね、やっぱこうカメラといえば、はい、なんだろう、カメラといえば自然体な雰囲気を撮りたいから、うん、そうね、じゃあちょっとあさっての方向見てもらって。あさって、明日はこっちやけど、明日はそっち、じゃあ明日に見ましょう、明日、明日を見ながら、そうですね、明日なんか、うん、ちょっと緊張するような、うん、イベントがある。まあ、例えば、YouTube、うん、オフ会とかね、オフ会とか、はい、まあ、みんなの前でこう発表しないといけない、そういう感じ、ちょっと思い浮かぶ。うん、OK です。OK ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さまざまな興奮が。いいですね、いいいいモデルがいいですね、モデルがいいよ、これ大丈夫かな、比較になるかな、大丈夫かな、はい、ちょっとじゃあ今から、カメラの使い方をですね、まあ、これちょっと写真今ちょっと後で見せますので、見比べながら、講義をしていてですね、どのくらい写真が変わるのかっていうのをですね、まあ、実験的にやっていきたいと思います。ちょっとあの結構クオリティ良かったので比較にならないかもしれないですけど、はい、よかったらですね、ちょっと今からやっていきます。はい、ちょっとですね、簡単にカメラの使い方で講義をしていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、でですね、カメラの使い方なんですけども、まずダイヤルがですね、ここ今先ほどオートで撮りました、うん、はい、オート機能ですね、はい、このオート機能ですね、うん、オート機能で撮ったんですけども、オート機能で撮った場合ってカメラが設定をするので、カメラが撮りたい写真になっちゃうんですよ。なるほど、なるほど、はい、なので、そこをですね、自分でコントロールすることによって自分が撮りたい写真がですね、撮れるようになります。で、それがですね、大体このマニュアルモードっていうモードなんです。これがですね、全部、設定をですね、自分で行うので、こういったマニュアルモードを使えるようになると、すごく簡単に写真が撮れるようになります。自分のですね、撮りたい写真っていうのが、はい、でこのマニュアルモードを使うためにですね、必要な項目っていうのがですね、3つあるんですよ。はい、一つがですね、F 値、うん、はい、でもう一つがですね、シャッタースピード、でもう一つが ISO、うん、ISO 感度、この3つがあるんですけども、うん、この3つのバランスによって写真がですね、うん、撮ることができます。で、このですね、バランスがですね、整った状態を露出がですね、ちょうどいいという形で表現するんですけども、例えばですね、露出っていうのがその明るさの状態なんですよ。で、一番撮りたい明るさの状態、露出がですね、例えば100だとしますよね、うん、例えばここを40、40の20にするとかですね、うん、でここがどうしても20にしかできない場合はここを40にするとか、うん、こういったバランスによってこれを100に整えるっていうのが簡単なですね、設定方法なんですよ。なるほど、はい、でこの設定方法、じゃあそれぞれをどういうふうに設定していけばいいのかっていうのがですね、多分一番難しいところだと思うんですけども、もう本当にですね、簡単に考えてもらって大丈夫だと思います。これですね、まあ、今までの動画でもこの考え方は、説明はしてきてるんですけども、もうちょっとですね、簡素化してお話をしていきたいと思います。はい、
で、このまず ISO からですね、一つずつ説明していきます。この ISO っていうのはですね、例えば光が足らない時、その時に強制的に光を作り出す機能なんですよ。で、これがですね、最初の設定値が100になっています。で、100、200、400、800、1600という形で2倍にしていくとですね、明るさが1段分明るくなっていくんですよ。ただですね、この ISO というのは上げていくと自動的にその明るさというのをですね、稼ぎ出してくれるんですけども、うん、ただですね、こう上げていくとですね、ノイズが乗りやすくなっていくんですよ。はい、で、このですね、ノイズ上がっていくノイズなんですけど、これですね、カメラによって違うんですよね。例えば800でノイズが乗るカメラもあれば、1600でノイズが乗ってくるカメラというのがあるので、それはですね、使っているカメラによってこの限界値というのが違うんですよ。なので、ここはですね、まあ、使っているカメラによってくるんですけども、これですね、上げていくうちにノイズが乗ってくるので、じゃあどうすればいいかというと、100にとりあえずしておけばいいんですよ。100にですね、一番下の、はいはい、でとりあえずここ100に設定しますよね、はい、でここ説明終わりです。はい、すごい簡単でしょ。簡単、はい、でシャッタースピード、はいはい、これですね、シャッタースピードっていうのはですね、例えば、初心者の方が、カメラを写真撮るときに失敗する例、一番多いのがですね、手ぶれ。手ぶれ、ブレるのが一番多いじゃないですか。ブレる写真です、ね、まあ、暗いところで写真撮るときですね、うん、でそれってですね、このシャッタースピードが遅いからブレるんですよ、うんうんうん、じゃあ早くすればいいんですよね、うん、はい、で、だいたい、手ぶれしないぐらいのシャッタースピードが250分の1以上と言われています。うーん、まあ、これ人によって違うんですけどね、125分の1秒だったり、その辺ちょっとあの人によっては違うんですけども、まあ、初心者でいうと250分の1秒だったらほぼ手ぶれしないと思います。なのでここをですね、250分の1秒以上にですね、設定してもらえればいいと思います。はい、これでシャッタースピード終わりです。ちょっと待ってください、はい、質問です。はい、例えば夜撮るときはこれじゃまずいわけですね。そうですね、うん、明るいところであればこれでいいと。はい、少し暗いところであると下げないといけないところですか。そうですね、で下げなくてもいい理由があるんですよ。それはですね、あのおいおい話していくんですけども、それがこの ISO なんですよね。はい、はい、わかりました、はい、で次 F 値、これがですね、一番難しいんですよ。やっぱり F 値が一番難しい。まず F 値って聞いたことないでしょ。そもそも F 値が何だか分からないでしょ、うん、で絞り値とかも聞いたことないでしょ、まあ、絞り値とも言うんですけども、うん、はい、で基本ですね、カメラにはこういった F 値っていうのはあるんです。スマホにも、うん、スマホにも F 値ってあるんですね。カメラのその明るさがどのくらい明るさの、光を取り入れることができるのか、はい、で簡単に言うとですね、うん、これってあの人の瞳孔と一緒なんですよ、うんうん、こっちは瞬きと思ってください。なるほど、まばたきで、こっち瞳孔、瞳孔ですね、はい、瞳孔が開いてるといっぱい光を通しますよね、うん、で瞳孔が閉じてると光がちょっとしか入ってこないですよね、うん、で F 値っていうのはですね、まあ、明るさの調整にも使ったりします。はい、なので明かりがいっぱい欲しいときは F 値をですね、あの広げる、開放するって言いますけども、うん、F 値のですね、数値が小さいほどこのですね、開いてる穴っていうのがですね、広がるんですよ。で逆に F 値がですね、この数値が大きいほどここはですね、狭くなるんですよね、はい、まあ、こういった使い方が一つあります、はい、でもう一つですね、被写界深度というですね、まあ、ちょっと難しい言葉なんですけども、まあ、簡単に言うとですね、まあ、ピントが合っている領域ですね、はい、でピントってですね、例えばカメラをですね、こう向けて向けるとしますよね、はい、じゃあですね、ピントが例えば F1.8 の場合、これめちゃくちゃピントがですね、狭いって言って明るい値なんですけども、うん、はい、でこれですね、ピントが合ってる状態ってですね、ここにこう一つ壁があると思ってください。このピントの壁が、うん、でこの壁一枚がピントが合ってる領域なんですよ、うん、この幅が 1.8 だと狭いんですよ。これの数値が4とか 5.6 とか上がっていくと、この幅が広がっていくんですよ。ああ、なるほど、はい、うんうん、なので例えば人がですね、ここに一列に横にバーって並んでたら 1.8 でも全員ピントがあるんですよ、うんうん、でも一人でも後ろに一人いると、うんうん、ここの前の人だけにピントがあって、後ろの人にはピント合ってないんですよ、うんうんうん、でボケてる状態になります、うんうん、はい、でこういったもので、例えば、人物を撮るときに背景をぼかして人を浮き上がらせて、ですね、浮き上がらせて印象的に撮りたいという場合は、ここ F 値をですね、小さくしていく。で風景とかですね、まあ、
いろんなところをピント合わせたいですよね。全部にピント合わせて写真を撮りたい場合はこういったものを上げていって8とか11とか13ぐらいにね設定してっていうのがですね、まあ、この F 値の簡単な考え方になってます。なるほど、はい、でここでですね一つ一つそれぞれ話をしていきました。はい、でここのですね100、250分の1っていうのは設定しましたよね。であと F 値をですね設定するんですけども、まあ、例えばどれだけぼかしたいかっていうですね、まあ、話になってきます。で例えばすごくぼかしたいなら 1.8 ですね。ただこれだとピントの域が狭くなってくるので、まあ、写真を撮るときにピントを合わせるのがすごく難しくなってくるんですよ。そういった場合は、まあ、2.8 にしたりとか4にしたりとか、うん、まあ、この辺ですね、まあ、自分の好みにはなってくるんですけれども、うん、でこの辺のあたりですねやっていきます。で風景とか8とか11とか13とか設定していきます、はい、で例えばこの 2.8 に好みなんでやりたいとしますとね、これでとりあえず3つの設定ができました、はい、ただこれだと、先ほど言った露出の100以上になってしまう可能性があるんですよ、うんうん、その場の明るさによるので、うんうん、例えば暗い場所だったらこれだと明るさが足らなかったり、うんうん、昼間のすごいカンカン照りだったらこれだと明るすぎたり、例えば200とか300になったりしますよね、うんうん、はい、なので、まあ、どこを削るか、例えばここをですね、1000分の1秒とかにして、うん、このバランスを取っていく、うん、でそれでもまだ明るすぎたらここを2000分の1秒とかにして、うーん、早くすればするほど光を取り込む量っていうのが少なくなるので暗くなっていきます。なるほどね、はい、うん、で先ほど言った暗い場所、うんうん、もう真っ暗な夜の時に通る時にどうすればいいか、例えばこの250分の1だったらシャッタースピードが、手ぶれしないで250分の1に設定しますよね。F 値をもう明るくしたいっていうのは F1.8 にしますよね。で例えばこれで、先ほど言った100のところが20/20だったとします、うん、はい、合わせて100にするために20/20だったとします、うん、ここを80にすればいいんですよ、うん、あ違う80じゃない60か、うん、60にすればいいんですよ。なのでこの ISO というのを上げていけばいいんですよ、うん、そういう考え方ですね。なるほどね、はい、なので、まあ、手ぶれしたくない場合はここを最初に決めて、うん、で F 値どんだけぼかしたいか、うんうん、で足らなければここで補う、うーん、っていう考え方がすごく分かりやすいと思います。じゃあ1番2番3番と、そうですね、いう流れですね。まあ、ただ、まあ、ここ昼間だとここから先に考えてもいいと思います。うーん、光が溢れてる状態なので、うんうん、夜だとここから考えると、まあ、手ぶれは起きにくいかなというところですね、うん、なので、まあ、どれだけ最初にぼかしたいかを決めます、うんうん、はい、はい、で例えばどのくらいにしましょうか。 2.8 に設定するとします。はい、はい、でここには50分の1にしますよね。で光が足らなければこれ100、200、400とかにしていけばいいし、うん、明るすぎる場合はここをですね1000分の1とか2000分の1にしていけばいいです、という考え方ですね。はい、はい、これで、大体、マニュアルモードで撮影がすることができます。でちなみにですねこのマニュアルモードで撮影できるようになった場合は、はい、初心者卒業です。おおということで、はい、多分このどのくらいかな、回したの10分ですかね、はい、10分で卒業です。おめでとうございます。ありがとうございます。これで撮れるようになればですね、なればね、はい、はい、まあ、単純にこういう考えで撮っていただくとすごく簡単かなっていうふうに、うん、とても分かりやすかったです、うん、はい、この仕組みさえ分かってなかったんで。そうですよね、はい、このバランスが大事ということですね、はい、うん、これ知らない人結構多いんですよね、うん、はい、まあ、これがベースになるところですね、はい、というわけで、まあ、この設定をしながら写真をもう一度撮っていきましょう、はいはい、で撮った写真を見比べていきましょうかね、はいはい、じゃあレッツゴー、ゴーこのマニュアルに変えます、はい、でここで
シャッタースピードか。ああ。ここで F15 か。あ、なるほどなるほど。で、まあ ISO を元にしてるんで。はい、じゃあ早速撮っていきましょう。はい。じゃあどうしましょうか。ちょっと待ってください。じゃあ今設定をしてます。はい。ではまずは照明写真撮ります、はい、もうちょっと左で、もうちょっと左、あ、ごめん、右反対になるんだはい、じゃあ次は、はい、もうめっちゃ嬉しいことがあった時の、はい、めっちゃ嬉しいことがあった時の表情が、はい、ポーズ、はい、それお願いします。ちょっともう一回ちょっと待って、斜めだよし、はい、ではどうぞ、そちらでも。怒ってないやつやらなくていいですか。あ、そっか、そっかさっきやったね、はい、じゃあ、もう子供がね、はい、ワールドとしてめちゃくちゃ怒った時の表情お願いします。はい、じゃあ次は、そちらをどうぞ。はい、じゃあ次はちょっと明日の方向を変えてもらいましょう。はい、うん、 OK です。 OK です。はい、ぼかしたら F4 でよかったですね。ぼかさなくてよかったですね。ぼかしたいね。ちょっとぼかすの撮ろうか、ぼかすの。ぼかした場合でぼかすの撮ろうと思ったもんね、はい、めっちゃぼかそう。はい、一番低いはないんですかね、ぼかすの。1.8 で、はい、はい、喜んでもらいましょう。はい、撮れました。どうですか先生。ちょっと数値を変えて、はい、F 値を下げて、はい、撮ってみたんですけど、あ、いいですね、うん、あ、いいと思います、うん、なんかね、カメラマンになった気分。こうオートじゃないから自分でこう設定をするっていう、はい、あ、そうそうそう、うん、これなんか少し嬉しくて楽しいですよね、うん、楽しい、はい、でこれねやっていくともう体に身についていくので、あ、もう自然とできるんじゃないですか。コリコリコリって、なるほど、はい、コリコリコリってこうしながらね、うーん、あ、なんか楽しいかも。さっきのやつ聞いてたから、うん、分かりやすい。あ、これを変えれば明るくなるし、うん、下げれば明るくなるしとか、うん、あとじゃあバックをぼかすにはどうしたらいいか分かってるから、うん、あ、こうすればいいんだみたいな。いや、ね、先ほどあのぼかさなくていいって言ったので、うん、簡単にね、ぼかし、うん、どうすればいいか分かりますか。分かりました、はい、うん、なので感動、はい、なので、まあ、さっきのような説明をして、うん、例えば、まあ、一緒にカメラが知っている方と一緒に行って、うん、まあ、ぼかした方がいいよとか言うと、あ、じゃあこうしようとかね、簡単にできるようになるんですよね、うん、はい、でこういうことをちょっとずつね、いろんな写真いっぱい撮っていくと、
こういう場面では F 値をどうしたらいいとか、うん、こういう場面で F 値を絞った方がいい、開本にした方がいいっていうのがですね、分かりやすくなってくるので、まあ、あとは経験を積んでいくと、もう簡単にですね、初心者脱却っていう形になりますので、はい、こういった形でですね、はい、ってすごく簡単にですね、上達できるので、よかったら皆さんもやっていただけたらと思います。はい、初心者脱却しました。はい、というわけで今回の動画はここまでになってますので、はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。最後にちょっとあの見比べ写真2つ同時に出しますので、バイバーイ。はい、どうもこうです。本日もですね、ごめん、噛んじゃった。噛み合ってない。